今日はいろんな呼吸を紹介だ。全集中、雷の呼吸1の方、霹靂一閃。炎の呼吸強いぞ。虫の呼吸が強すぎる。皆さんどうもコンコンチドイヒーです。今日は鬼滅の刃モッドやっていきましょう。鬼滅の刃モッドで何をするのかな。水の呼吸以外の技を使ってみましょう。それで先生を倒しましょう。先生は倒さないでよ。水の呼吸以外にも技はいろいろあるからね。またしっかりとスキンも作ろうかな。また作るの？作るの大変だよ。それでは先生お願いします。自分でやれよ。まずは雷の呼吸をやるので善逸から作っていきましょう。とりあえず髪の毛は金髪、服は黄色からオレンジにどんどん色を変えていく。靴もそんな感じ。あとは服に白を散りばめたら善逸出来上がり。意外と簡単にできたね。善逸簡単、美味しい牛タン0点取ったらアンポンタン。ギャグ言わなくていいから。うるせえ、みんながギャグ楽しみにしてるでしょうが。先生のダジャレも楽しみにしてね。それでは善逸で技使っていきましょう。善逸で使えた技は一つだけ。ていうか善逸のスキン後ろ裸になってるじゃないか。当たり前だの、ブラックマ。全部色塗るのめんどくさいからね。後ろだけならあとちょっとじゃん。それじゃあ技を試しにボンボムキャベツマンに使ってみよう。全集中1の方、雷の呼吸なんとかかんとか。技の名前知らないのかよ。知ってるよ、1の方、雷おこし。雷おこしはお菓子の名前だから。霹靂一閃ね。ボムボムキャベツマンをあっという間に倒せたぞ。それじゃあカチカチお米粒くんをいっぱい出して戦っていこうかな。50体ぐらい出しちゃったよ。だけど雷の呼吸さえあれば余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。とりあえず夜が来たから寝るとしますか。戦いの日だ。みんな一気に倒してやるって。全然いなくなってて、あちびちばー。距離離れて絶望しちゃったのかな。仕方ないからまた出して、いざ勝負。全集中、雷の呼吸1の方、霹靂一閃。って囲まれちゃってるよ。ちょっとどいて。僕のこと怒らせたようだね。1の方、霹靂一閃。あー、また囲まれてる。あー、もうボロボロだよ。一旦逃げよう。敵が多すぎだよ。あー、やられちゃったよ。あ、ちょ、ピチバーン。奥下のドヒだよ。雷落ちて敵いっぱい倒してくれると思ってた。原作も別に敵いっぱい倒す技じゃないもんね。アイテム回収して、1の方、霹靂一閃。もうやられに行ってるような状況だね。大人数との戦いこんなに向いてないとは。これだったら一体の羊と戦ってた方がよかったか。羊よりは強いのと戦おうよ。もう普通に剣で戦った方が強そうだよ。それは言わないよ、約束。結局負けちゃいました。人数が減ってきたところで霹靂一閃しまくってなんとか倒すことできました。なかなか使いこなすのが難しそうな技だね。それじゃあ次のキャラ行ってみよう。続いては火の呼吸行ってみよう。煉獄杏寿郎のスキンを作っていくよ。杏寿郎わからないという人は辞書で調べてみてね。ネットで調べなさいよ。辞書になんか載ってないから。髪型は黄色に赤って感じ。比較で表現するのは難しいな。でもこれでいっか。適当だな。スキンは適当、すっきりせんと黒くて美味しいかりんと。ギャグ言わなくていいから。眉毛も濃くしていい感じ。だいぶ凛々しくなったね。そして服は上から白、だいだい赤と色を変えていこう。靴も炎っぽくすれば炎の人の出来上がり。杏寿郎ね、名前覚えなさいよ。それじゃあモンスター退治行ってみよう。さっき多すぎたから30体くらいでもいいかもね。それでも多い気はするけどね。それでは勝負、全集中、炎の呼吸1の方、知らんのい。これまた囲まれやられに行ってるだけじゃないか。一旦逃げろ。また大勢と戦う技じゃないのかもね。こうなりゃもう逃げる時の技だよ。どんどん逃げろ。逃げる技で使うなよ。続いて2の方行ってみよう。
これなら一気に敵をやっつけれるんじゃないのかな。二の肩上り炎天、燃えながら宙に登ってってるぞ。これぞまさにネット炎上。ネットではないけどね。こいつでどんどん炎上だ。結構攻撃力はあるのかな。なかなか強そうだね。強すぎ強ポン一切半。強ポンベイビー。次の技に行ってみよう。次は五の肩炎行。もう一丁炎行。そういえばスキンまた後ろ裸じゃないか。当たり前だのブラックマ。スポンポンだね。というわけでスポンポン祭りだ。スポンスポンでスポンポン、はい、スポンスポンでスポンポン、はい、スポンスポポポポンスポポンポンスポポンって無理やりやらなくていいよ。最後に炎の呼吸区の方煉獄。煉獄まだ開発途中だから発動しないのかもね。だけどすごい爆発音は鳴ってるよ。煉獄これまたすごい爆発音。ハスクも吹っ飛んできたね。吹っ飛ばして倒すって感じなのかな。煉獄自分が吹っ飛んだよ。めっちゃ高く吹っ飛んだ。そしてやられてあじゅぴじゅぱー。あまりの高さにびっくり仰天。テストは0点。ツルツル食べれるところ10。だからギャグ言わなくていいから。かなり技は強いからこれなら鬼も倒せるんじゃないのかな。日陰に出して戦ってみましょう。エグゾ全集中炎の呼吸5の方炎行。どうだってこっちがやられてオチピチバー。やっぱりこいつ強すぎ。強すぎ強ポン一切半。おしゃぶり捨てて大満足。なんで捨てちゃうんだよ。ヒットアンドアウェイで戦った方がいいかもしれないな。攻撃して逃げる。日向に出れない敵に対して卑怯な戦い方だな。どんな卑怯な手を使ってもこっちが勝てばいいんだよ。こっちが悪者みたいな考え方だな。だけど一撃のダメージがすごいよ。あっという間に倒しちゃうよ。鬼は楽勝。あんたが大将派で。ですごいぞマグロの解体ショー。マグロの解体ショーじゃないよ。あっという間に終わっちゃったね。それじゃあ続いての呼吸いってみよう。じゃあ次は胡蝶忍を作っていきましょう。虫の呼吸だね。人を無視するってことかな。その虫じゃないから。肌は色白にしていきましょう。肌の色もしっかり変えるのね。髪の毛は黒に紫、服は白に紫。すごく簡単。服は簡単。美味しい牛タン0点取ったらアンポンタン。このギャグ2回目アジュビジュバー。適当に喋りすぎだ。あっという間にスキンできちゃいました。全然女の子っぽくないな。そうかな。かなり女の子っぽくできたと思うけどな。正直もう角刈りだよ。マイクラ初心者にはこれが限界。それじゃあまたモンスター出して戦っていきましょう。また後ろ裸にしてるじゃないか。女の子なんだから服着せなさいよ。だってめんどくさいから。めんどくさい僕天才。先生の頭は超臭い。そんなに臭くないから。それではいざ勝負。虫の呼吸は一つしか使えないからな。虫の呼吸蝶の舞戯れ。これはすごく綺麗だね。すごい全体攻撃だ。これならこの量も余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。だけど近くには攻撃できないのか。遠距離範囲攻撃。ちびすけ足早いからこいつに攻撃当てるのはむずすぎ。むっちゃん103歳。むっちゃん年取りすぎ。必死に距離を取って攻撃当てていく。これずっとダメージ食らってるよ。毒状態になってんだね。範囲攻撃でしかも毒を食らわせるなんて強すぎ。最強の攻撃だね。どんな敵でもあっという間に倒せちゃいそうだよ。こんなうんこちんちんぷーと戦ってないで鬼と戦ってみよう。鬼はさすがに強いから厳しいんじゃない。いやいけるはずだって。準備を整えていざ勝負。あれいなくなってる。攻撃せずに倒しちゃったよ。太陽の光でやられただけでしょ。もっと日陰に出さないと。じゃあもっと奥の方に出しておこう。そしてくらえ虫の呼吸蝶の舞
戯れ。距離を取って戦えれるし、毒を与えるなんて最強だよ。だけど気をつけないとすごい攻撃してくるからな。やばい攻撃してくるから木に隠れながら攻撃だ。今回もめちゃくちゃ卑怯な戦い方だな。どんな手を使っても勝たなければ意味がない。悪者の考え方なんだよな。みんなはこんな風にならないでね。隠れて攻撃してるだけで勝っちゃいました。なんだよこの勝ち方は。虫の呼吸が最強かもしれないな。次回はウィザーとかと戦ってみようかな。なんでケツ突き出してんだよ。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。ポンポロピー。チャッ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 チャンネル登録よろしく。